空手道指定型自由視点映像撮影シリーズこの動画では全日本空手道連盟第一指定型のポイントを自由視点映像撮影システムで多角的に解説していく今回は正円鎮正円鎮は那覇手の系統の型であり接近戦の技法が多く組み合わされ蹴り技がなく重厚な動きに特徴がある。 演武戦は左右対をなし同一の動作が多く呼吸と動作の緩急が一致しているでは開始千円チェン 両手は体に沿って下段払いを行う。かき分けのようにならないこと。脇を締め、右掛け手を体に沿ってまっすぐ引く。四股立ちの移動は体の上下動がないように注意。 寄り足で行う肘当ては中段、水月前で行う左の打ち込み、右の引きを最短距離で行う 反対側も同様。 上段上げ突き、上段裏打ちはすぐに肩の高さへ引き戻す。四股立ちから腰を浮かさずに猫足立ちになる。右肘は肘当てのように横から振らないこと。反対側も同様。 水月下まで押さえる両肘をしっかりと締め体に十分引きつけること以上 空手の極意は型にあり空手ワールド